パリへようこそ47。今期の新作を披露する大切なイベントだから、ゲストも世界のファッション界をリードするそうそうたる顔ぶれよ。ビクター・ノビコフは舞台でスポットライトを浴びているはず。ダリア・マーゴリスは厳重に警備された2階でオークションを主催することになっている。警備の連中はどんな些細な動きにも目を光らせているはずよ。幸運を祈るわ47。セバスチャン佐藤氏による指揮のもと、今夜のショーもまた盛大なものとなるでしょう。今年の初め、同世代の若いデザイナーの中でも最も革新的な。あっと、おい冗談だろ、ほらそこをどいて。たく信じられないね、ああいうの大嫌いなんだ。まあいいわ、最初からやりましょう。よしよし、わかった、行くぞ、スタート。セシール、私はサンギーヌの秋のファッションショー会場、ワレフスカ宮殿の前にいます。この立派な建物はまさにサンギーヌのオーナービクター・ノビコフ氏が掲げる。わざとやってるの、あっち行きなさい。おいおい、こういうやつは刺激しちゃダメだ。リンジ、そうだ、ちょっと休憩しよう、きっとラリってるんだよ。おい、どういうつもりだ、この人を離せ。先生のすぐそばだ。ああ、逃げろ。動いたらやめ、ターゲットに当たった。